西日本高速道路西日本高速道路サービスホールディングス西日本高速道路ロジスティックス西日本高速道路ロジスティックス株式会社は西日本高速道路管内のサービスエリアパーキングエリアのインフォメーションコーナーと一部直営売店の管理運営及び SAPA への卸売業プライベートブランドの開発資材配送を行う会社である 西日本高速道路及び、親会社の西日本高速道路、サービスホールディングス本社と同じ大阪府大阪市、北区道島に本社がある。西日本高速道路管内の SAPA 内のインフォメーションコーナーを担当する会社として2006年12月に、当社を、新設、2007年4月に営業を開始した。その後、SAPA の売店や飲食店への資材配達や、 親会社のネクスコ、西日本 SHD 等から遺憾を受けて、SAPA 内にある売店や飲食店、ガソリンスタンドの営業を行っている。大ゴパーキングエリア当社が運営する売店の一つで、ある。各サービスエリアにおける売店、飲食店、ハイウェイコンビニの運営を行っている。ありがとうございます。